ゆでたかの頭のストレッチさあ、ということで私は考えたちょっと頭を使わないと解けない問題を出題していきたいと思いますはい、ぜひテレビの前の皆さんも私と一緒に挑戦してみてくださいねはい、お願いいたします、はい、ではゆでさんお願いしますはい、では今日はですね文字を組み合わせて言葉を作っていくという問題になりますまずは例題、こちらさあ、下の文字を組み合わせてできる言葉は何でしょう パズルみたいに組み合わせていくってことですよね。これで何文字の言葉ができますね。竹、平、一、口。そのまま読むとよくわかんないということですちょっとヒントください。はい、ヒントこちらでございます。はい。はい、まず竹はちょっと細くしていただいて、平もはい、薄くしていただくとあと一口足せば答えとなる問題でございます。答えわかりましたね。はい、答え。 正解でます <laughs> この例題の答えはこちらでございます答えでございました<ー>、はい、そのまんまということでございますね <laughs> はいえー、こんな問題があと三問続きますわ、はい、かりました、えー、チャレンジしていただきたいと思います、はい、では早速でございます第一問こちらさあ下の文字を組み合わせてできる言葉は何でしょうえー、漢字二文字の言葉が出来上がります二文字はいいかがでしょうさえきいと、うんはい。 <laughs> はい、さいきさんですね。佐伯さいきさんいらっしゃいますけどもね。<laughs> では行きましょう。ヒントですね。はい、ヒントじゃあこちらでどうでしょう。え上の段で一文字目、下の段で二文字目が出来上がりますね。どれでしょう。上は糸編にこうでくれない。うんはい、そうですね。<紅>もうであのまま読んだらそれこそ一文字になりますけどね。<laughs> そでねはい。えもその質問はわかんないです。どうでしょう。<laughs> 難しい。ヒントありますか。ヒントいきましょう。じゃあ、ヒントこちらでございます。さあ。ね、先ほど答えていただきましたので、ここめくっていきましょうか。はい。え糸の横がそうでございます。うん。映画入ってくれないでございますね。はい。で、さあ、草冠にしていただいて、あとは世界の瀬と木で。どうでしょう。わかりました。わかりました。まさに、こう、今の季節に。ぴったりの言葉ですね。わあ、さようでございます。言ってもいいですか。どうぞ。葉っぱの葉。 なので二文字で紅葉で,では答え見ていきましょう答えこちら紅葉正解でございます素晴らしいそうでございますねえ世界の瀬と木を縦に組み合わせと、えー、葉っぱの葉ができるという問題でございました縦に組み合わせたり横に組み合わせたり難しいですねそ,ですそれを頭の中でこうやっていくという問題でございます、うん、ひらめきが大事ですね慣れてきましたかねできますかでは行きましょう第二問でございます二、はい、問目こちら さ、あ、はい、文字数多くなってまいりました。増えましたね。はい、どうでしょう。一九土皿ののころでございますね。ののころ。七から。かわいいですね。はい。これも二文字のことは出来上がります。なるほど。じゃあ、も上下関係ないですね。あ、関係です。あの文字数多かったんで、ただ二段に分かれて分かれてるだけでございます。ヒントください。ヒントいきましょう。まず第一問目、第第一弾のヒントこちらでございます。さあ、上段が一文字目、下段が二文字目でございます。ちょっと薄くしたり。 ちょっとね、払ったりとかね。キュッと潰したりってですかちょっと形変形とかはご容赦くださいませ。うーん、いかがでしょう。全然わかりません。全然わからない。では、ヒントいきましょう。ヒント、こちらでございます。はい。はい。土は土編にしていただきまして、で、二二文字目はノート、こうで、こうね。あー。わかりますかはいはいはい。でも、じゃあ二文字目はもう、こう。尻あ、いいですね。 ってことは、こうひと1文字目もヒントいきますか1文字目、ついあっ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 え、めくらない方がいい分かった、分かったやっていいですかあ、いいですよ塩尻どうでしょう次のヒントがこうなってるんですねはい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 近づいてきましたねはい、塩尻に近づいていくのかはい、あとは口と皿でございますでは答えみましょう答え、こちらでございます塩尻正解きた正解でございます 無事に正解でございました。塩尻市にお住まいの方もすぐ分かってるかもしれないでね。あ、そうですね。<laughs> もう多分あの文字の並び出ただけでもパって,いってしい。<laughs> あ、これは塩尻だっ、はい。いいですね。<laughs> ではい,やいい問題ですね。行きましょう。では最後の問題でございます。はい、最後の問題はこちらでございます。さあ、A、組み合わせてください。はい。一三十右派？うは<笑><笑>急に浮かれました。右派ってことでね。じゃあヒント行きましょうか。ねはい、ヒントこちらでございます。 さあ先と同様でございますね。一、えー、段目上段が一文字目、下段が二文字目でございます。はい。はいどうですか？うん、組み合わせ。ください。ヒンなんか最近そのヒントをすぐもらおうとしなすよね。<laughs> <ん>ヒントをいただくとこう結構開くんですけどね。なるほど、ね。じゃあヒントいきましょう。はい、ヒントこちらでございます。もうここまで言ったらわかりますでしょうか。<っ>はい。十と名でこの形<ー>でうわうかんもりにしていただくと。

今のシステムでいくと、一文字目は真実の真で、二文字目は真実の実でした。はい。恥ずかしい言ってましたね。言ってましたね。涙出てきちゃった。ちょっと恥ずかしい。はい、真実を追い求めてくださいませ。すいません。はい。楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。いや勝手に興奮しちゃいました。ありがとうございます。はい、お待ちしています。はい、ここまでゆでたかの頭のストレッチのコーナーでした。